はい、したら大変お待たせしました。予定よりも、あ、でも、うん、そうだ、予定より1時間遅れたね。1時間、まあ、30分くらいずれ込みましたが、流行ワン大会。第何回だ？第2回？ 3 回？流行の剣ワン大会。始めます！ワンピー側、ワンピー側、時と場所も選ばない。じゃんけんもわかんねえ。けど俺はストリートファイター、敵の扉。スーピー側にエアガイツ仮面。なんでエアガイツ仮面なのか教えてやると。エアガイツを布教するために。俺が勝てば勝ち続けるだけエアガイツの名前がずっと言われる。布教するためだけにいろんなゲームをやる。エアガイツ仮面。画面端で亀のように、キング、しゃがみ込んで。そう、このゲームは投げを持っているキャラクターがごく少数。なので、このしゃがみガードを崩すことが、キャラクターによっては、しんどい。お見合い。肉のカーテン完全に崩せない。筋肉タツノリ開発。肉のカーテンで、で、飛び込みは登り入り返して、時の扉、すげえ反応がいい。そうですね、時の扉さん、空対空が非常にうまいですね。相手が飛んだら見た瞬間に、登り攻撃。ということで、1本目は時の扉キング。で、飛び込みに対して、さらにエアガイス仮面。あれ、エアガイス仮面ちゃんと相手見てるんですよね。先に登り攻撃で、飛び込み出すこと前提で。で、ミッキーも目の前でしゃがんで、キング、これどうすんの？で、ピヨったところにしゃがっぱ。そして、お見合い。やることがない。こうなると投げがないと、投げがないとこうなってしまうんですよっていう、すごいいいお手本。このゲーム以降、全キャラ強制投げがついている。そりゃ、サムライスピリッツでもアースクエイクを投げることができるようになる。非常に困る。これはどうするんだと。目の前しゃがむ。目の前でしゃがんで、様子見、様子見。ミッキー。へへ、俺知ってんだぜ。お前女なんだろみたいな感じで目の前でうんこ座り。柄が悪い。開幕。飛び込みから。おっと、ファーストアタック。キングが一本取って、ちょっと体力削って。でもこの体力差だとまだあれですね。セーフティーリードではないですね。削って。もうベロモスタイク。若干時の扉リード。で、体力。で、超必殺技使えないゲージまで減らして。で、肉のカーテン。肉のカーテンからのうんこ。ジャブ、ジャブ、ジャブ、ジャブ。鉄壁じゃないか。てことで、何もこれどうすんだ。これどうする？歩いて押す。歩いて押して挑発するもん。いや、乗らないでしょ、と。時の扉がか、おっと、撃っちゃって、撃ってくれたけど、そっからすることねえよ、と。どの技も当たらない。今まさに大会最終、トレももしかしたら当たる技あんのかな、みたいな。勝ったな、時の扉。肉のカーテン、最強。投げがないキャラ相手にはこれでしょ、と。そして、中断もないと。すごいな、このゲーム。勝ったの時の扉、1回戦進出、おめでとう。したら、R さんの東堂龍白と、船子さんの両坂崎ですね。R さんの東堂龍白対して、船子さん。R さんは相手が相手なだけに、肉のカーテンは通用しない。なぜなら、両坂崎は投げを持っている。投げを持っているというだけで、打撃に対しては鉄壁の防御なんだけど、投げに対して無敵とは書いてないから、実際作品中でも。ということで、ファーストアタックは、逆に両坂崎。残裂拳空振ったけど、まあ、竜白の場合あれか、重ね当てがカス当てでも削れるからあれか、肉のカーテンの上からでも削れんのか。逆に、船子と残裂拳食らわして、船子さんが、これは割とセーフティーリード。こっから船子さんが先ほどの肉のカーテンを竜坂崎が使い出すと、R さんは相当困るんじゃないかなと。と思いきや、俺は殺すよと。待ち殺しませんと。殴り殺しますということで、ポクッと。一本目、船子さん。で、挑発からスタートの、飛び込みはしばらい。で、様子見してからの貢献。削り玉の量、半端ねえ。
削りであの量すげえ、ね、今昭和ちゃんと昭和芝居さん足払いより減ったぞ光景の削りで挑発してで気絶してしまっていたところに光景当たって残り体力4分の1で飛び切り当たってすげえ減ったで残念ですけど空振ってとこに重ねて短いパンチ、シャガパンね。パンチでお互いゲージがない。もう、必殺技の概念を捨てて、で残裂拳は当たらないが何もできない。ローキック、と、踏み込んでパンチ。肘打ち当てて、R 滝、一本取り返す。で、後拳。そしてあのヘリである。で、重ね当てやって、体力4分の1一気になくなる。必殺技一発食らったけど、あのヘリ。して、登り蹴り。体力すごい減るね。で、残裂拳。残裂拳と重ねて相打ちって。で、後拳を消せる。飛び蹴り。残り体力がない。重ね当てで行くのかと思いきや、ローキック当てに行って、船子さんの蹴り技と、相打ち。勝ったのは、青崎イカ戦進出おめでとう。したら8人になりましたね。したら、ソイヤロバーと、THR キング。いやー、このゲーム、いざ始まると運営に優しいですね。なんせ減るっていうのと、いちいち、設定変えなくていいのいいっすよね。乱入するたびにキャラクターを選び直せる。画期的ですね。ワンピー側。ワンピー側ロバート。ツーピー側。THR キング。キング。今、蹴り2回出したのはベノムスタイク売り切れたのかそれとも飛び防止だったのかベノムスタイク。ダッシュパンチ。ローキック。飛び蹴り2回。そうです。このゲーム飛び蹴り2回出ましたね。上り下りと。で、流撃剣と。で、飛び切り。おっと、体育しっかり見ている。で、ゲージ溜めて、スライディング。で、ベノムスタイク。飛び込み。から当てて、ガクッと。顔を蹴られて、のけぞりではなく、前のめり。不自然な倒れ方をするレボアと。で、ベノムスタイク食らって。こっち来んなと、追っ払いたい。と、流撃剣、はえ！ジャンプで避けれず。で、飛ぶことをもう前もって分かっていたのか、蹴りを置いてる、球体、そのまま体育。で、目の前スライク。で、ソイヤロバートがやばい、ピンチ、死んでしまうのか、あったわ目の前スライク、蹴りで消そうと思ったら消せなかった。勝ったのは、THR キング。したら、4126好きな方に座るんだ。時の扉、キングと4126、両坂崎。4126さん、どっちでもいい好きな方行くんですよ。はい、ワンピが4126。ツーピー側に時の扉、キング。両ですね。おじいちゃん。昇竜拳出せねえんだよっていうのがおじいちゃん。さあ、おじいちゃんじゃん。若者。その若は昇竜拳どころかアッパー出せないのがおじいちゃんっていうのに散々言ったんですが、それ通り越した。俺、キャラ何でエントリーしましたっけアルツおじいちゃん通り過ぎた。4126の超必殺技。キャラク、エントリーキャラを忘れる。すげえな、それ。ということで、ちょっと今画面から目離してすぎて、お腹体力半分切ってる。4126の隠し必殺技が発動したところからスタート、竜子の剣、大会。で、三角飛びなのかなんか結構かっこいい蹴りだな。ベノムスタイク、ベノムスタイク。もう飛び蹴りで2回。そうですね、登り蹴り下りで出せるのがなんか怪しいな、バンパイアとか、ギルティとかの、あそこら辺の最新ゲームに見えますね。さすが竜子の、新作竜子の、竜子1ですね。時の扉くんの風に言うたら、竜子の剣3らしいですからね。いや、1でしょって。もう、いや、3じゃない、3って何みたいな。ということで、ハボショウ攻撃食らってちょっと動揺してる。でけえよ、思ったより、みたいな。で、ベノムスタイク、ベノムスタイク、ベノムスタイク、はえ。で、ゲージ溜めて、ゲージ溜めたりして、挑発。
全くもって無意な時間だけが過ぎていく。そして体力は負けているぞ。4-1-6行かなければいけない。男には行かなければいけない時があるんですよ。ということで飛び蹴り食らって、でなんか変なヤクザに引くみたいな、しばらくから逃げて、でゲージためはキャンセルしてスライディングで勝ったの時の扉キング、おめでとう。まあ、4-1-6さんね、開幕でちょっと豪快にかましすぎましたね。キャラエントリーしたキャラ忘れるとかちょっと新しすぎてびっくりしました。いやー、それを超えるのは相当難しいですよ。次がケームミッキーとミズリーパイロンですね。キャラがブレない男ケームミッキー、これは勝ちに一番近いキャラクター、もしくはそのあれですね、火力の高いキャラクターしか選びませんよと、まあ、本人から聞いたわけではないですけど、KM さんのキャラセンターがぶれないです。に対し、幼稚園の時から流行の剣2をやって育ってきたミズビッグ、流行1の時には、下手したら赤ちゃん。もしくは生まれてないまであるみたいな。ミズリーパイロンが飛び込み食らって、シャガーパー。どうしちゃう、なんかアッパーハッパーし、どこで食らってんの、めくって食らわれてんの、なんか裏から食らってるみたいな感じの。え、今しゃがみガード振るの、しゃがみガードで、え、あれ立ちだっけ。あ、でもさっきなんかでもキングかなんかのしゃがみガードだってミッキーあれ崩せなかったじゃん。 あ、ボタンによって絵面は一緒だけど、ボタン、それハードブローをただ引き込まれたわけなんですね。同時押しで出したアッパーは中段と、普通に出してるしゃがみアッパーは下段と、絵は一緒らしいですね。そんなことはない、起き上がりのしゃがみガード入れっぱなしだったらしいんだけど、気絶してたのかな。でも気絶する前から初っ端から食らってたよ。なんだろう、もしくはリーが狭すぎてめくりしゃがみみたいな貫通されてるということで、勝ったのが、ケームミッキー、しゃがみアッパーだけで勝った。したら、R タキーと、タケアンですね。タケアンロバート、R、東堂、船子さんの両坂崎に次いで、極限流キラーなるのか、R、東堂、1P 側、2P 側にタケアン、ロバート。ここはあえてタケヤンではなくロバヤンと呼ばせてもらいましょう。ワンピが R タキ飛び込みからロバヤン三角飛び、上り蹴りから、ちょ飛び蹴り当たってるんで一時寝転がっちゃうってやばいね。上り蹴りからのちゃんと下りねめくってる、あれしあの矢上より的な、矢上よりのジャンプ後ろ入れ小キックみたいな感じよ。で芸客タケヤン、ソイヤのお顔奪った見てから食らう現役客、しかも俺現役客相当出てる時間長かった。食らいに行って起きて破りの現役客、ソイヤではなくタケヤンがソイヤの代わりに全自現役客を使いこなしで歯を昇降拳ガードしても吹っ飛ぶ、そしてピヨってる、ひどい、ガードさして吹っ飛ぶ上にピヨる、覇王昇降拳、相手武器持ってないのに、そして飛び蹴り当てて竹谷ロバート、お見事。相手は素手でしたけど覇王昇降拳使わざるを得なかったんですかね、使いたかっただけなのかみたいな。つうかあれってさ、ロバートでも同じこと言うの、相手が武器を持った、じゃあロバートは相手が武器持ってようと持ってないなかろうと覇王昇降拳使うんですね、お構いなしということで。はい、したら THR キングと時の扉キングですね、キング同キャラ、 THR 好きな方に。ロバートってあの時って何て言うんだろう、何て言ったっけ、敵は軍事施設に、あ、別になんか武器持ってる持ってない関係なしなんだ。まあ、ロバートとリオは違うわけですね。
はい、ワンピ側に黒のデフォルトですね。デフォルトのキングが、黒のデフォルトのキングが THR ワンピ側、スーピーが紫色、スーピーカラー。時の扉、三角扉から、ベノムスライク。ゲージは大人、と、垂直ジャンプ、シャッター、変なジャンプが回してるとこ、ピシャピヨってる。ベノムスライク、一発クラでピヨって、もう一発ベノムスライク、ワンセット。ある意味ダブルストライク。そして体力は、お互い、ベノムスライク、削りにかかる。ちょっと技消した消しそびれて、ガード。こっから、時の扉は肉のカーテンモードか歩かせない。今の飛び込み食らったとしても、そっからしばらくの間肉のカーテンだったでしょう。一本目は時の扉。ベノムスライク飛び込んで、ベノムスライク三角飛び。で、ローキックも体力は減らしているのは、THR と言おうと思ったら追いついて、ピヨって。ベノムスライク、ベノムスライク見てから打ち返す。無理な、早いな。で、ベノムスライク超早い。で、食らって、でベノムスライク遅いのと早いのはどう打ち分けてんな、あれって。ボタンの長押しとかなのかな。どうなんだろう、早いのと遅いの。ということで、ベノムスライク、早いの遅いの、強弱を使い分け、THR が貫禄を見せて、一歩取り返し、ラウンド3、ファイナル。ファーストアタックというか、削りは THR。で、早い。ベノムスライク、早い。で、ゲージためタイムがあって、ベノムスライク。ベノムスライク、ベノムスライクと。ドスラー当てて、ベノムスライク。で、一山過ぎるまで完全に、肉のカーテン、時の扉、余計なことはしない。体力的にはリードしてるぞ。と、飛び二段蹴り、超レア技。そんな技当たんねえだろみたいな感じの技を出して、体力を無駄に捨ててしまったが、で、すら、と、歩いてきたところに蹴り、ポグッとこっち来んなと、と、THR が貫禄を見せてギリギリの勝負を制し、あの飛び二段蹴りがなかったら分かんなかったんじゃないのか。ということで、ケンミッキー、シャガーアッパーのみで D パイロンを葬ったケンミッキーと、竹谷のロバーですね、ロバヤですね。はい、ワンピー側にケームキー、ブレない男、ケーム。ツーピー側、タケアン。タケアン、モテ、ロバヤンですね、今日は。ソイヤの魂が乗り移ったかのような、見てから現役客を使いこなした、ロバヤン。シャガアッパー、シャガアッパー。ブンブン振って、体力半分リード、奪ったところで、パンチパンチで牽制、しょうがないから後ろに下がって、バーニングアッパー打ったところで飛び込んで、の挑発。の、シャガアッパー。一回目空振るのか分かんない。そう、現役客で吸い込んで、ホールマン、ソイヤの魂乗り移ってる。ソイヤ生きてるけど死んでる。生き量が乗り移ってる。で、パンチ。パンチの外からやることねえのか、どうすんだこれ。これしょうがねえから流撃剣でも打とうかな、みたいな。迷ってるだけやん。してよ。飛び蹴り当てて、ゲージを、当てて。上り蹴り、下り蹴り、ガーさせて体力をリード。飛び込み、飛び道具見てから前ジャンプで。それ以外は基本的に肉のカーテン。投げがない相手に盤石。肉のカーテンで、ロバヤンが一本。飛び蹴り当てて。下りでしっかりめくって、もういい折り割りのジャンプキック。でしたが、体力が、ケンミキーリード。で、足払いをしゃがみアッパーで殴る。で、飛び蹴り。で、ルーコランド捕まえた！あ、生きてるよ！で、現役。え？現役って今当たんなかった？
今ゲリ局当たったのに、体力ゼロの相手に当たったよね今。相打ちで判定がなくなった。いやでもちょっと減ろうよ、体力ゼロと。ゲーム機イカ死んだところから控えた。いやー今はだってゲリ局重なってとかね、技相打ちって無理やり立っていたミッキーで、ゲリ局なあ、本来こうやって減るんだよという感じので、竹谷確認のための現役客。本来減るはずだったのにと。逆に、竹谷そこで、テンション下がらず、一応現役客確認した上で、体力リード。に対し、現役客一回捨てた命。もう一回、奇跡を飛び回して、ピョって投げ。俺は投げれるぜと。列車がパン、肉のカーテン、盤石。で、飛び道具見てから登り蹴り。飛び道具見てから登り蹴り。で、それ以外は、もう残り、9秒、10秒。と、ひえ、しっぽで削り殺して、こうたわけやん。今日、そういやみたいだね。勝ったのは竹やん。おめでとう。したら決勝戦ですね。9試合目。THR キングと竹谷のロバート。じゃんけんで 1P2P。いやー、今日竹谷強い。ソイヤが乗り移ったかのような。あと、リュークランプも決めてるのもいいし、でかいしね。思ったより減らなかったけど。ってことで、1P から THR キング。ベノムスライクからスタート。で、ベノムスライク。ローキックかな。キングはこっちに近づいてくるなと。音を蹴り、最空で蹴りを置いといたけ食らっちゃって、それめくりわかんねえ的な感じで食らって。そうですよ、竹山が飛び蹴りで、あの、下りのあの、飛び蹴り出すか、後ろに背面に回るやつですね。あれ出すかで。かなり流行ワンを熟知した。で、流行ランプ蹴り技で止めたつもりが、思ったより流行ランプ突っ込んでくるの遅かった。蹴り空振ったところに流行ランプぶっ刺さって、一本目は竹山。本日二度目の流行ランプ。で、竹谷が優勝リーチ。で、飛び切りに対して、ショーパンで落として。で、ピヨ、ショーパンで落ちたでピヨンのかよ。で、ベノムスタイク2発。で、こっち来んなよと。で、蹴り。エーパーエーパーエーパーではないんだけど、エーパー。これはノックバックがないから、あれですよね。下がれないんですよね。ガードで固め続けられちゃう。まあ、バックステップでいいんじゃないか、みたいな。ベノムスタイク、ベノムスタイク、タイプ0ドット、ガードすら許されない。で、飛び蹴り当てて、そっから、伸び蹴り、で、下り、で、寝っ転がって、で、リューコランブ！リューコランブ3度目！しかも、しっかり脱いけよ！キング、お前は女なんだよ。でも、ブラは見せてあげないよ、みたいな感じで踏んでますね。見せてあげないよ、みたいな感じで、ロバートが、タケアンがリューコランブ2回、合計3回。こう、しかも体力0とか決めたからね、リューコガイデンだったら、アルティメット KO だったね。いやー強い、今日の竹谷のロバート非常に強かったということで、今日の全部で10人だね、10人のアドファイターの頂点だったのはロバートを使った竹谷でした。おめでとうございます。そしたら一言ください。ありがとうございます。まあ勝てるとは思わなかったんですけど、いやーかなり流行ワンっぽい、ちゃんとやってる感じが伝わってくるいいロバートでした。そうですね、まあ、ジャンプジャンプキックを上りと下りでやるのが、はい、すごい有効なんで、みんなが分かっててもなかなかあれは強い行動だから、ちょっともう 寒くても頑張りました。いい感じでしたよ、おめでとうございます。したら、そんな竹谷には今回は商品、竹谷様、実際このゲームがね、ちょっと狂ったゲームなので、ということでこっちだ、プレス2番、海外版のプレス2番ですね。クレジータクシークレジータクシー。ありがとうございます。プレス2番。多分今あるプレス2、プレス3でも動かしても多分リージョンを変更しないと動かないと思います。あくまで海外版です。クレジータクシー。おめでとう。ありがとうございます。クレイジーなのは普通の格ゲーだけじゃなく、その運転でもクレイジーなところを見せてくれと。いうことでクレジータクシーです。おめでとうございます。ありがとうございました。したら引き続きはですね、流行の剣外伝、アートファイター、流行の剣外伝大会。